ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。小池さんとこに並んでおられる。小池さん、小池先生、私はこの身を落としてその先頭に立ちたい。どうか皆様のお力でこの選挙戦を戦い抜かしていただき、そして勝たせていただきますように心からお願いを申し上げ、出陣のご挨拶といたします。私が立候補するにあたってさまざまなご意見もいただきました。大変なお叱りご批判もいただきました。なんか思い違いをしてるんじゃないか、勘違いしてるんじゃないか、こんな声もいただきました。しかしこれは私も含めてでありますけれども、自民党がこれまでもっともっと大きな大きな勘違い、思い違いをしてきたわけであります。私利私欲のために自分の既得権を温存しようというために動いている人間が党内にいるというのは甚だ遺憾であります。だから我々は総選挙に敗北をし、だから国民の皆様から今の自由民主党ではダメだ、そう言われた。第一は常に国民の将来を見据えて、一時の人気取りではない持続可能な政策を我々は堅持していかなければならない、こういうことでございます。今日は民主党を批判する場ではありませんが、2万6000円の子ども手当を配る、それについての財源は4年間税は考えないというのであれば、子ども手当という名のもとに財政を破壊し、今の厳しい財政状況の中で未来の子どもたちの果実を我々が食っていくというようなことになるではありませんか。これは絶対に許せないことであります。第二に、それと関連してやはり我々はこういう社会を築きたい、こういうことであれば必ず負担ということにも言及をしなければならないはずであります。私たちはそういう問題点を正直に、真っ正直に国民の皆様にぶつけていく、そして国民の皆様と対話をしていく、この精神が絶対に必要であると思います。そして第三に、先ほど申し上げたことでもございますが、やはり私たちは地方の声に耳を傾けなければなりません。私ども国会議員は永田町であぐらをかいているだけではいけません。地方に入り、地域に分け入って、そしてその声に耳を傾けて自らの新しい政策を作っていく、そういう党改革を成し遂げていかなければなりません。皆様のご助力のもとに、私は総統総裁にならせていただきました。全力を傾けてその任務に当たらせていただく覚悟でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げまして、特別国会の開会式が行われ、天皇陛下をお迎えして特別国会がスタート、そして幕を閉じたわけであります。くしくも今日、自由民主党の総裁選挙が公示されました。私は今回執行部ということで出馬をせず、谷垣貞一候補を応援させていただくことにいたしました。自由民主党は今40代30代20代合わせても衆議院議員119名のうち24名しかおりません。若い人の力ももちろん大切でありますけれども、全ての衆議院議員が一体となって党の再生に努めなければ、実は党を再生していくこと、また国会論戦を通じて民主党と対峙していくことはできない、この厳しい現状を考えたときに、
温厚な人柄で、そして経験も豊かな谷垣貞一候補をしっかりと応援させていただき、全員野球で国家の隆盛と自由民主党の再生に努めていかなければならないと決意を新たにしたところでもあります。